ガリアンソード、ガリアンソードとは1984年に放送されたロボットアニメ、気候界、ガリアンに登場する架空の刀剣の通称。主役ロボットである鉄巨人、ガリアンが装備する武装で、いわゆる一般の剣としての形状と刃の部分を術状に分割した無知状とに変形させられるギミックを持つ。この剣は設定資料集などでガリアンソードや ガリアンブレードと呼ばれることもあるものの、正式名称ではなく、アニメの制作スタッフからは、ジャラジャラ剣と呼称されていた。設定画では単に、剣、または、ガリアンの剣と記入されている。このギミックは、後年のフィクション作品にも影響を与え、類似した構造を持つ刀剣が、数多くの漫画、アニメ作品に登場しており、日本国内のみならず、 日本国外の特設映画などにもしばしば登場しいる。非公開、ガリアンと直接の関係のない文脈上でも、このような構造を持つ刀剣を指して、ガリアンソード、ガリアン剣といった語が使われることも少なくないが、ジャバラ剣や、ムチ剣、スネークソード、伝説剣、多説剣、ウィップソード、連結人など、作品によって様々な造語による故障が用いられる場合もある。 テレビアニメ、気候会、ガリアンにおけるガリアンソードは、劇中において、古代のオーバーテクノロジーによって作られたという、設定が与えられている主役ロボット、ガリアンの武器の一つで、柄の部分に形状を変えるための機構があり、操作によって自由に健状と無知状とを行き来することができる。刀身は、複数のセグメントに分割され、それらが、 ワイヤー状のもので呪術なぎに連結されいる。ワイヤーが巻き上げられた状態では健常を維持し、これを緩ませることで、刃は分割され無地状となる。また、刃を立てた状態で対象に絡ませてから強く引くことで、そのまま切り裂くというワイヤー層のような使い方も可能である。ガリアンの監督を担当した高橋良介は設定のルーツとして、自身の故郷の不良たちが、 喧嘩の武器に転用していた自転車用のローラーチェーンと、1981年の映画、レーダース、失われたアーク、筆に登場するインディ・ジョーンズ教授が使っているムチを挙げている。高橋は、ガリアンで中世ファンタジー系のロボットアニメという題材に取り組むにあたって、エンターテインメント性のためには、リアリティと高等無計差の両立が不可欠だと考えていたが、 ヒロイックファンタジー作品に登場するような自家人の西洋圏では直線的な動きは表現できてもインディ・ジョーンズの無知のように流霊な動きには不向きなのではないかと思い悩んでいた。そこで高橋は硬直な自家党の西洋圏に無知のように優美で変幻自在な動きとチェーンソーのようなメカニカルなギミックを加えるためのアイデアとして変形して ワイヤー層のように敵を切り裂く機構を備えた、この件を考案したという。その後に創作された、無数の作品でギミックを模倣されることになった、ガリアンソードであるが、高橋は、知的財産権を主張して、利益を得ることはしなかったという。高橋は、他人が工夫したアイディアを知らず知らずのうちに使ったり、使われたりするのはよくあることであり、お互い様とも言えるので。 権利を主張することは自分の考えになじまず得られたであろう、利益を惜しむ気持ちはないと語っている。1984年のテレビアニメ版、気候会、ガリアンにおけるガリアンソードは、鉄巨人、ガリアンの左前腕部に無知状態で格納されており、第二はガリアンの目覚めから登場する。鉄巨人、ガリアンの初登場シーンから唯一無二の武装として扱われており、 高守から飛び降りつつ、無知状態で抜刀されて、先端部分で最初の敵を差し貫いた後、決めポーズを取りながら剣状態に戻され、続いて2体目の敵と切り結んでこれを倒している。第10話で、鉄巨人、ガリアンは、重装を改め、アザルトガリアンへと改造され強力な重火器を、搭載されることにいるものの、その後もガリアンソードは主要な装備として用いられ、続ける。 最終話では、敵の施設、鉄の塔の強固な外壁に、内部への侵入経路を開くために、ガリアンソードが用いられ、外壁に切れ目を入れて力を加えた際、粉々に砕け散っている。1八十六年の OVA 版、気公開ガリアン鉄の紋章では、ガリアンに告示した外見を与えられた、新たな主役ロボット、鉄巨人の武装として、類人の武器が登場するが、 そのギミックは変更されている。バラバラに砕け散るような形で複数のセグメントに分離した刀身がワイヤーで連結されるのではなく独立した飛び道具となり光の尾を引きながら自在に飛び回って敵を切り刻むのである。剣と鞭の特性を兼ね備えた武器であるが現実にこうした構造が成功した例は歴史上これまでには存在しない。類似した武器には インド武術のカラリパヤットで用いられる難膏で作られた無知状の刀身を持つ長剣、うるみがある。これは肉を切り裂くのに十分な鋭さを持っているがタイトコイルのように巻きつくのに十分な柔らかさはなく自家剣状に固定できないことから一つもできないため片手で無知のように振って刃を相手に当てることできるという使い方である。インドの伝統武術では うるみのような切れる鞭が古代から存在しておりラーマーヤナなどの女子詩にも登場する。インド武術の学科ではアーラと呼ばれる竹製の平たい鞭があり、刺すことはできないが両側面が切れるようになっている。うるみのような軟攻性もある。東南アジアにも類似した武器が存在しており、スリランカの伝統武術であるアンガンポラではエセンカデューウィーと呼ばれる短いうるみを束ねたバラムチの ような武器を両刀で使う。このような剣は、英語では、コイルソード、コイルソード、フレキシブルソード、フレキシブルソードと呼ばれている。中国大陸には、穴のある効果を紐でつなぎ合わせて、剣の形にした、千剣と呼ばれる、魔除けの道具があり、ガリアンソードと似た形状を持つものの、実戦用の武器ではない。中国の妖怪退治を題材としたフィクション作品では、 キョンシーと戦う武器として描かれることもあり、1985年の香港映画、レイマボロシ同士では、千件を分解して、縄とし相手を縛り上げているシーンが、梱棒から多数の節を持つ形態に分割、結合できる多節根、多節鞭などは、闘神を持たない打撃武器であるが、扱う際の動きがフィクションにおいて、 ガリアンソード上の武器の動きを再現するため参考にされた例がある。また、フィクション上にガリアンソード上の武器を登場させるため、動きを検証したり、モーションキャプチャーしたりする目的で、人間が振り回せる大きさで、殺傷能力のない模型が作られた例もある。ガリアンソードの発想のモチーフの一つとなった、自転車用のローラーチェーンは、武器として扱うことは、 難しいが、携帯に便利で、威力はあるにしても、ナイフと異なりとしない、致命傷を負わせてまう、リスクが少ないといった理由から、高橋の故郷の不良の間では、喧嘩の武器として人気があったという。ガリアンソードの影響力を示す例として、類似の基準となる刀身を分割して、携帯を剣から無知に変化させられる構造を持つ刀剣が、登場するフィクション作品とその使い手を挙げる。 剣とムチの療養武器というアイディアの武器が登場した作品としては、非公開、ガリアンよりも先に発表されたものには、以下の作品があるが、これらは、刀身が分割するのではなく、剣が無知、あるいはリボン状に変化する、無知が剣に変化するという設定である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。